のレーナスは日本の競争馬である。馬名の由来はカンムリ名スペイン語で女王たちを意味する言葉。2018年2月26日にローザンファームで誕生。東西時にバラダセールの18としてセレクトセールに上場され、全兄である里のフラッグのバッシュである里見治によって1億円で落札された。その後、兄のいる美保の国枝田久支給者に入厩した。 2020年6月7日東京の新馬戦にて初出走を迎えた。クリストフルメールが起乗し、出遅れながらも直線でジュラメントを差し切って3、4馬審査をつけて勝利し、デビューを飾った。自走は間隔を空け、10月4日中山のサフラン賞に出走。道中広報集団に控え、直線一期の競馬で点ハッピーローズを捉えに連勝を飾った。 三戦目にして、初重賞、G1 挑戦となった阪神ジュベナイルフィリーズでは、重賞に連勝中であった、ソダシとの対決が注目され、同馬に次ぐ2番人気に支持された。最後の直線では、ゴール寸前で一瞬先に抜け出した、ソダシを捉え先頭に立つが、ソダシに首の上げ下げで差し返されてしまい、離さで敗れた。トライアル競争を使わずに、阪神 JF から、 大賀賞へ直行するルートを選択。品馬クラシック初戦となった大賀賞では、同じくぶっつけ本番を選択した、ソダシとの再対決が注目された。その他にもチューリップ賞を制した、メエールクイーンカップを制した赤い鳥の娘など18頭が出走。その中で、里の霊ナスは、ソダシと人気を分け合い、最終的に3.3倍の一番人気に支持された。 レースでは、後方16番手に控え、直線では、メンバー最速となる上がり32.9秒の末、足を繰り出すも先に抜け出した、育しに、首差及ばず2戦連続して、育しの2着に終わり、リベンジとはならなかった。日本ダービー挑戦場所である里見ホースカンパニーの代表、里見治は当初、オークスへの出走でも構わないと考えていたという。 しかし、調教師の国枝は、早い時期から本馬の能力を高く見積もっており、2歳児にクラシック3巻の出走登録を済ませてあった。里見は、過去に、里のダイヤモンドで、日本ダービーで、花さの2着と悔しい思いをしており、いわば、リベンジを果たしてほしいという気持ちから挑戦を決め、4月21日、牝馬としては2014年のレッドリベル以来となる。 出走が陣営より発表された。迎えた5月30日、日本ダービーはこう一点ながら、無敗の2冠と、横山武史のダービー史上最年少制覇に挑む、F ォーリアに次ぐ2番人気となる。レースは、外枠からコースタートを切るが、前に馬を置けず、高以外の位置取りになる。結果、4コーナーで先頭に立つ形となってしまい、得意の末足勝負に持ち込めず、 5着に敗戦。初めて連帯を外す結果とはなったが、記者0.2秒で、こう一てながら掲示板は確保した。秋は、週科賞からジャパンカップへの出走を予定していると報道されて、いたが、右友を骨折していたことが判明し、秋に予定していたプランを白紙に戻すことを発表した。8月の下旬に該当箇所の骨折を確認して、除去手術を行い、療養しているという。 以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。